はい、今日は、ゴジラシンギュラポイントについての話をしていきたいと思うんですけれども、ではまず今井さんいかがだったでしょうか。あ、いやちょっと思った以上にね、はい、面白かったっていうのが、予想が上回る。予想が上回る。なんかこう、なんですかね、ここまで徹底的に SF としてゴジラを描いたっていうのは、まあ、前のね、劇場版のアニメのゴジラも SF でしたけど、また違ったアプローチの SF で、はいはい、なんかここまで、ゴジラっていう、まあ、キャラクターっていうか怪獣を使って、ここまでのなんか SF 世界観を構築したっていうのは、本当改めてね、すごい、どえらい作品だなっていうのが、まず、まあ、本当に最初の感想で、なんですかね、ゴジラが出てくる前の、ちょっとこの、いろんな、ね、不穏な世界がこう、どん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 こう、不穏な空気になっていくっていう。黙示録っぽい。あれって、ちょっとなんですかね、なんか、だれたりとか、なんか下手したら、こう、ちょっと、おもんないかなっていう気がしたんですけれど、全然そんなことなく、どん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 この、謎展開で、なんかこう、なんか最後までだれることなく、飽きることなく、でしたし、あと、なんといっても、ジェットジャガーがね、ここまで活躍するとはっていう。そうですよ ね。なんか、そう、ジェットジャガーの情報最初出た時、僕、ちょっと出落ちを最初、危惧したんですよね。ああ。やっぱ、ジェットジャガーってね、まあ、特撮画後でも、ゴジラ対メガロの元のジェットジャガーのネタ一回、語ったじゃないですか、はい。やっぱ、ああいう存在っていうの、結構もう、ネットも普及した今、みんな知ってる節がちょっとあるじゃないですか。なんか、ある種出落ちとして、出落ち要因。私はだからほら、デザインというか、グッズというか、その展開が紹介された時には、ちょっとがっかりって声も結構あったんですよね。つまり、なんかその町工場で作ったようなジェットジャガーが、まあ言ってみれば、ちょっとマジンガー Z のボスボロット的な、かませキャラで出てきてみたいな感じだったら、なんかあんまり面白くないな、みたいなふうに思っていたんだけど、まさかまさかのね、ラストバトルにまでね、活躍するとは。まあ、もうぶっちゃけ主人公、ジェットジャガーでしたからね、なんか最後の締め方も含めて。まあ、要は、あのシリーズ通した謎って最終的にジェットジャガーが、なぜでかくなるかって話。一言で言ってしまうと、みたいな。で、しかもそれわかんねえ。でかくなるから、ジェットジャガーなんだ、みたいな。ジャガーはジャガーだからジャガーなんだ、みたいな、すごいなんか、トートロジーみたいな話で、それちゃんとゴジラ対メガロだな、っていう、と思いました。いやあと、あれですかね、なんか、ここまであれですかね、僕一応そんなアニメ見ないタイプ人なんですけど、その、はい、ここまで謎を呼ぶ展開が、ここまで、今の時代面白くなるっていうのが結構意外で、今って結構なんかこう、あまり謎で引っ張るっていうね、っていうのはあまりなくなってきてるんじゃないですか。そういう作品自体が。それが今の時代が、中でそういうなんかこの、すごい SF 要素、用語も、あるだし羅列して、なんかこの、アーキタイプとか、耳慣れない言葉が、単語がこう飛び交う、作品がこんなにもなんかこう、心を引きつけるっていうのが結構、自分の方が意外で。はい、逆に、皆さんこういう、なんか、そういう SF 的な、そういうのは、いかがでした？いや、だから、やっぱりアニメーションで出てくるときに、バトルっていうようなものを、どのぐらいの比重で描いていくのかっていうときに、やっぱりこう、設定っていうものを、こう、非常にこう、今なぞっていったけれども、どうしてそれが起きるのかとかっていうようなところで、こう、まあ、裏打ちしていく。で、それ自体をその作品のリズムにしていって、で、結局でもそれが一つ一つの要素っていうものに対して、これ面白いなと思ったのは、謎解き物の、失敗と成功を分かつ大きいなところっていうのは、はい、頭の中で考えちゃって分かんなくなっちゃうようだとダメっていうのがあると思うんですよ。はい、例えば僕ある SF 映画でね、日本が二つに分かれててっていう、まあ、インディーズ映画があったんですよ。それ正直ちょっときつかったんです。なぜなら、その二つの世界がどういう原理で分かれてて、法律がどう違って、どういう人たちが住んでるのかっていう説明を、映画が始まって半分以上経ってもまだやっていて、なんかよく頭に入らないうちに、まあ、悲劇が起きたりとかいろいろなってきて、なんか、
途中で冷めてくる。なんで この映画、架空の映画一本見るためにこんないろんなことを知らなきゃいけないんだとか逆に思っちゃうわけ。だけど、このゴジラ神経のポイントは逆にどんどん、そうそうそう。だから謎解き物のうまくいくれっていうのは知的好奇心をむしろ駆り立ててどんどん前の上に知りたいと思わせて、起きつつ、うん、そこまで描いていたものはシンプルに言うと全然実は分かりにくくないっていうことが大事だと思うんだけど、うん。ああ、なるほど、うん。だからエヴァンゲリオンでもそうじゃないですか。うん、第三神道教師があって、うん、使徒がやってきてそれと戦っているっていうことがシンプルなわけじゃないですか。うん、でそこのシンプルさがあるから入っていけるし、うん、で、今度のもやっぱりそういったようなところがあるから、じゃああれはどうなんだろう、これはどうなんだろうっていうふうに考える。うんうん、で、そこで、じゃあ一つ解釈するときに、一つは、例えば可能性とか未来とかっていったものを、入れるとどうなるだろうっていうような、こう、ヒントが入ってくるわけじゃない。ああそうすると、視聴者はそうやって自分でまた考えていくっていうか、うん、そういう面白さがあるんじゃないですかね。僕がアニメファンとして今回、なるほどって思ったというか、まさに今言った木戸さんの言う、まあ、ある種の没入感を、うまく作ってるなって思ったのは、やっぱりその AI、まあ、二つ、まあ、要は、まあ、演者としての釘宮理恵さんと久野美咲さんの声優の使い方ですよ、ね。あの二人の声優の声って、まあ僕二人の超大ファンなんですけど、釘宮理恵さんは僕ももう本当に釘宮理恵さんの声のせいでアニメファンに焦っちゃいけないんですけど、釘宮理恵さんの声聞きたくてアニメを見始めた人間なんで僕、もう結構ちょっと特別なんですよ。で、この感覚って多分僕の世代のアニメファンはほぼ共通で持ってるものだと思うんですけど、まあ、要は、まあちょっと、やっぱ特殊な声じゃないですか、釘宮さんと。あと、まあその、ね、久野美咲さんの、この AI の声っていうのが。うん、要は AI がすごく語りを重ねる作品だったっていうので、うん、なんかそこがね、うまくフックになったと思うんですよね。なんかアニメ視聴者に対して、うん、まあ、本来であればやっぱりあんまり、まさに、まあ耳慣れない SF 用語とか、難しいプログラミング言語とか、ポン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 出てくるのを、うん、やっぱその二人の声優が AI っていう形ですごい語って、終盤はその、特に釘宮理恵さんのサイドが、まあ、あるキャラクターとして明確にジェットジャガーに乗り移るっていう、ちょっとストーリー的にも跳ねるところがあるので、うん、まあ、そこはなんか、そう、アニメ視聴者として僕はそこはなんか、うまくやってるなって思いましたね。確かに、あの AI なければ、ね、リーさんとは会うこともなかったし、そうですね、物語がそもそも始まらないっていう。そうなんですよ。あれはなんか、ある種、まあ、ちょっと発明に近いというか、そう、僕の、まあ、ある種のファン根性としては、まさかジェットジャガーの CV が釘宮理恵さんになるかっていう。ああ。そう、ああ、そことそこがくっついちゃうと大変なアニメだなっていうところも含めて。うん、なんかそこはジェットジャガーと、なんかよりこうキャラクターとして一つ上のステージに押し上げた大きな要因な気もします、ね。いや、だから僕もちょっと釘宮理恵さんは銀魂好きなんで。ああ、神楽の。うん。好きな、僕も好きな、まあ、声優さんですけれど。はいはいはい。まあ、ジェットジャガーの声で通したっていうのはびっくりなんですけど、だから、あれなんですよね、この、まあ、今回のエステゴジラシンギラポイントもそうですし、さらに今公開中のゴジラ VS コングもそうですけど、はいはい、コング、まあちょっとそれコングの話するとね、コングはあれですか、地底世界じゃないですか。世界観の中でついに明かされた。うん、で、シンギュラポイントは、巨大化のした女性の声のロボットがゴジラ戦うんですよ。はいはいはい。これって、ゴジラの花嫁の立つの。いや、そうそう。だから、ゴジラの花嫁っていうのは、ゴジラの逆襲とキングコング対ゴジラの間で、はいはい、書かれた、未使用シナリオなんですけれども、うん、地球の空洞があって、そこに、巨大な太陽が中にあって、つまりそれに被爆して、生物が巨大、化していたっていう設定なんですよね。で、その地球空洞説っていうのは出てくるんだけれども、そこに、例えばそこの発想の源流と なっているようなもので、例えば、ラドンでメガヌロンが出てくるとか、84ゴジラでショッキラスが出てきたりするでしょ。で、ショッキラスっていうのはもちろんメガヌロンが元になってるなと俺は思って、で、原作者の黒沼健さんが、地球空洞説を
唱えてた人なんで、うんうんうん、あのあそこら辺がトンネル掘ったらトンネルが出てきたみたいな、そういうで二つの世界がつながっていくとか、うんうん、そういう発想があったんだなって俺はあの勝手に思ってたんだけど、うんうん、実はゴジラの花嫁の時からやっぱり考えていた、うんうん、あのつまりあの一作目のゴジラの時に、まあ、志村隆の山根博士が海底の洞窟で彼らだけの生存をしていたっていうわけじゃないですか、うん。あの世界って何なのかって考えたら地球の空洞だったんじゃないかと、うん、でそこにゴジラもアンギラスもみんないたっていうことは、俺あのゴジラの話を読んだ時にそこが一番刺激的で、うん、あ、なんか繋がったと思ったんですよ。そうすると、ミニラとか、怪獣送信劇以降の、その怪獣島っていう設定があるから、うん、なんかこう、ゴジラも島みたいなところから出てきてるみたいな、そういう印象があったけど、うん、いや、そうじゃなくって、やっぱり、要するに地球の空洞の中にいた生物なんだろうなっていうのが あって、で、その時に、今回のモンスターバースのコングの時に、ドクロ島の巨人の時に、はい、地球空洞説を唱える、研究者の卵が出てくるんですよ。で、それはでも一生に伏されるんですよ、そのシーンでは。でも、これは何かあるなと、俺はやっぱ思ってたので、だから、今回、それが、こう、全面的にこう出てきたじゃないですか。だから、そこは、やっぱりこう、ついに、なんていうんですかね、ゴジラサーガーに踏み込んだかなっていう、感じは僕はやっぱりしましたね。さらに、シンギュラポイントでは、この巨大な女性の声をしたロボットで来るって、それも、花嫁の、ゴジラの花嫁。花嫁ですか。だから、そう、それも、あるのかもしれないなって思いますよね。だから、2021年にして、このハリウッドのコングと、アニメのシンギュラポイントで、花嫁、ゴジラの花嫁の要素が、こう、映像化されたっていう。あと、ね、あと僕は、本田四郎っていう本を書いた時にね、はい、本田監督が残したメモっていうものを、はい、ご遺族の方に見せていただいたんだけれども、そこで、84ゴジラの前に、もし新しくゴジラを復活させるとしたら、どういう風なものを考えたいのかっていう、本田監督のメモがあったんです、はい。それを引用させていただいたんだけれど、それは、要するにゴジラっていうようなものを作るときに、本田監督がもう何作も作ってきたわけだから、カセっていうものがあって、これは金子修介監督も言ってたんだけど、一度出てきたら、どうその存在を、ドラマの進行に合わせて消えたり出たりさせるのかが非常に難しい。つまり、一度出ちゃったら、もうずっと歩いていくしかないわけだから、じゃあ、何日経ったらどこ、何県に到達してるかとか、そういうことを考えなきゃいけないと。ガメラだったらくるくる飛んでくればいいし、ドラマだったら飛び去ればいい。で、だけれども、ゴジラ一度出てきてしばらく歩いてないといけない。で、そこを解決するには、消えたり出たりできるゴジラっていう、はいはい、この発想が一つあるわけですよ。で、それは、液体人間なんかの時から出てくる、ナメクジの空間移動説っていうのがあって、それをゴジラに当てはめてるんだけど、もう一つゴジラっていうものの強さっていうのは、ゴジラっていうものは、もう電波も電磁波も全て読み取っていて、攻撃されそうになると全部分かって、自分の方から、迎撃することができる、はいはい。そして、それは、コントロールすることもできる。敵のメカをコントロールすることもできる。なるほど。っていう設定を書いてるわけ。で、そういう設定にすれば、ゴジラっていうのは無敵になれるんじゃないかっていうようなことを提示してるわけ。で、そのアイデアっていうものは、そうすれば、要するに、いわゆる世界中の、核戦争とか、そういったようなものともリンクさせることができるっていうことを考えていたんだけど、実際に作られた84ゴジラっていうのはそこまで飛躍したものにはなっていないんだけれども、でも、近年のシンゴジラと、それからモンスターバースのゴジラ、そして、一個前のアニゴジ、それからゴジラ SP のゴジラのハイパー化っていうようなものは、やっぱりそこに僕は原点があった。そこの、つまり、実現できなかった発想としてのそのゴジラの、本田さんのハイパー化っていうようなものは、はいはい、やっぱりこう、新しいゴジラを作るときに、もはや必須なものになってるんじゃないのかなって。
まあね、シンギュラーポイントで、まあ、得意点っていう。そうそうそう。まさに得意点ですよね。よりこう、ハイパーになっていく、まあ、機械仕掛けの神としての主人公としてのゴジラっていう。まあ、その機械仕掛けの強度っていうんですかね。なんかそういう全くかなわない。だから近代兵器では、今の。どうして近代兵器ではかなわないのかっていうね。それは初代ゴジラの時には、まあまだ、まあ飛躍はあったけれども、まだちょっと、まあ、空想として成立していたでだろうと。じゃあその後どんどん科学が発達していって、ミサイルとか強力になってる時にね、どうしてそれが、あり得るのかっていうな、ことだったと思うんですよ、ホンダメモはね。それが、やっぱり、こう、現代にゴジラを復活させるときに、やっぱりそれは、それを読んだのか、全然そうじゃないのか、それは僕には一切わかりませんけれども、やっぱり現代に作るときっていうのは、そういうことが必須なのかな。だからそういった意味ではあれですね、ホンダさんも SF としてゴジラをこう、こう考える。いや、だからね、新ゴジラもそうだし、今度のゴジラ SP もそうだけど、ある人物が残した何かがきっかけでしょ。だから俺はやっぱり、本田さんが生前残した、メモの中に書いてある、足のメモ。そのゴジラっていうのはこうなったらいいんじゃないかっていうところにね、一つの答えがあったんじゃないかと俺はね。足のメモですね。そう。本田メモ。そこに、いやー、何かあったんじゃないかなと俺はね、思っているんですよ。ですいやまさに、こう、現実が。いやすごいですね。だから、あ、すいません。オールドファンは、ゴジラ強くなりすぎてんじゃないかっていうふうに、もうちょっと、こう、アンギラスはやっつけることできるけど、キングギドラにはかなわないぐらいにしといてやってみたいな人はいるかもしれないけど、実は、もう最初のゴジラを作った監督が、もう、今のゴジラ作るならこうだろうって考えてたことの中に、すでに目があったっていう。ああ、新ゴジラも、そうですね。ような気がするんですよ。そうですね。すごい。いや、だからまさに、はい、ある種ゴジラサイドの話としてすごい話じゃないですか。で、要は、まあ、本田さんのその考えってある意味、まあ、要はゴジラっていうある種もうちょっと肥大化していっている、その、まあ、描かなきゃいけないもの、まあ、ある種の、言い方を変えればちょっともう挑まなきゃいけないものみたいなことがあるじゃないですか。で、今回の、ね、シンギュラーポイントで特に大きな役割を果たしたのは、まあ間違いなく脚本家の炎上父さんだと思うんですけど、今回のシンギュラーポイント、そっちの視点で考えたときに僕が思った考えっていうのは、あ、これは炎上父がゴジラに挑んだ話なんだなと思ったんですよ。だから、まあなんていうんですかね、僕、もう2週ぐらいしたんですけど、シンギュラーポイントは。やってることずっと同じなんですよ、シンギュラーポイントって、柔軟は。人間サイドのね、話ですけど。いや、本当に、ね、要はもう途中で、あ、これ俺たちが電話して話したことじゃん、みたいな話になるじゃないですか。そう。ね、あれ面白かったですよね。いや、なんか、これ、炎上父さんの作家性を考えると、あの人の作家性って、まあ、自動筆記なんですけど、要はもう、言葉が常に溢れ出して、その言葉の溢れ出すそのものによって小説文学が形作られるっていう、まあ、SF 感。で、まあ、今回、実際にその、使われているアルゴリズムとか、まあ、まあ、プログラミングも本人がやっていらっしゃるって、まあ、そういうスーパー理系な作家ですけど、まあ、要は、ネットジャンク作り上げたのって、まあ、無限の、まあ、言葉じゃないですか。アーキタイプっていうのがあって、まあ、その未来と過去を更新して、同じような記号がずっとやりとりして、こう、ぐるぐる言葉がワードを重ねた結果、まあ理由は分からんが、Z ジャガーがとりあえず巨大化できた。つまり、これは、その、炎上とって作家性が、Z ジャガーを巨大化させて、まあ、オーソゴナル、ダイオガナライザーが、ゴジラを、まあ、殲滅というか、まあ、一回封印できたと。つまり、要は、炎上等によって、炎上等の作家性によって、ジェットジャガーがゴジラを倒したアニメだと、まあ僕は正直思ったんですよね。要は、作り手としてゴジラを作り上げてきた、本田翔さんと、いて、ゴジラが、まあ、今回ゴジラウルティマっていう名前で出てきた。そういう過去のデータベースの集積として超巨大なラスボスが出てきた時に、炎上父さんが、ジェットジャガーっていう超スーパー得意点を引っ張り出してきて、そいつを殴り合わせたっていう、なんか、なんていうんですかね、この作り手側のイデオロギーバトルみたいにも思えるんですよ。なんか最後のジェットジャガーと殴り合いがもうそこまで今、飯田さんがおっしゃったことも含めて考えると、とんでもなく高次元なバトルだったんだっていう。僕、炎上父さんやっぱり、まあ世代としてやっぱある程度は読んでるんですけど、やっぱそこを考える
ると、炎上等がいかに全力を投じて、ゴジラシンギュラポイントっていうか、ゴジラに、やっぱどう挑んだかっていうのを。じゃあ、今回のタイトルは決まりましたね。ゴジラ SP の高次元バトルに挑め。いやー、ほんとに。はい。ということで、今日は、これ以上、続くと3時間ぐらい。本当ですね。この辺で終わらせていただきます、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。